ポールポジション2兄弟。ポールポジションはナムコが開発し、1982年9月にリリースしたレースゲーム。ゲームデザイナーは沢野和則。アクセル、ブレーキ、ハンドル、ロートハイの二段ギアを操作して、発表当時のコースレイアウトの富士スピードウェイを舞台に予選一周、決勝四周のレースを争う。それまでは実車を真上から見下ろした。 トップビュー視点だったレースゲームに疑似 3D の広報視点を取り入れ、以後のレースゲームの基礎となった。ナムコ発の大型筐体を使用したビデオゲームとも言われる。ちなみに、筐体を含めたフルセットの当時の標準小売価格は136万円であった。もともとナムコでは中村製作所時代の1970年代から、 いわゆるエレメカによるレースゲームを開発していた経緯があり、そのノウハウを活かしてビデオゲームでも疑似 3D のレースゲームを作ろうという話が1980年頃に出たのが開発の発端とされる。ただリアルな車の動きとゲーム性を両立させるためのバランス調整に苦戦し、発売までには2年の期間を要した。開発過程では当時ナムコ社長だった中村正也も テストプレイして、まっすぐ走れない。と怒って帰ってしまったというエピソードもある。またロケーションテストでは、予選落ちするプレイヤーが続出し、ものすごいインカムが上がったという話もある。CPU には、当時最新の16ビット CPU であった、ザイログ Z8000 を使用した。また二段変速式のギアレバーは、耐久性を持たせるのに苦労したとのことだが、後に、 同業他社の多くもこの形式を踏襲することになり、実際にナムコでは部品として他社に売った例もあるという。続編としてシンプルなオーバルトラック、鈴鹿サーキット、ロングビーチの3種類のコースが追加されたポールポジション2がある。2では最初にハンドルで4種類のコースを選び、アクセルペダルで決定する。予選ではコースを一周してラップタイムを測定する。 途中、コースアウトした際に、路肩に設置されている看板に衝突した場合は、クラッシュを起こし、タイムロスになる。規定タイムより、ラップタイムが遅かった場合は、決勝レースに進むことはできず、予選開始時の持ち時間がなくなった時点で、ゲームオーバーになる。ラップタイムが規定以内だった場合は、予選通過となり、決勝へと進む。ラップタイムにより、 決勝のスターティンググリッドが決まり、グリッドにより、ボーナススコアが獲得できる。決勝では、敵車が多数走行しているコースを数周すると、乾燥になる。一周するごとに持ち時間が加算される。また、敵車に触れると、クラッシュを起こし、タイムロスとなる。コース上の決まったところには、水たまりがあり、そこに入ると、スピードが落ちる。決勝終了後、 抜いた敵車の数と乾燥時は残り時間がスコアに加算される。自社の走行の際は速度によってコーナリングの旋回限界が異なる。したがって速度超過でコーナーに差し掛かるとどれだけハンドルを切ってもアンダーステアを起こしコースをはみ出して路肩の看板に衝突しタイムロスを招くまたさらにハンドルを切った場合車体は 極端なオーバーステア状態になりコースのイン側に大きく流れる挙動を示しコーナーのイン側の看板に衝突してしまう見かけからは推測しにくいがラウダ走法ロイテマン走法などのドリフト走行テクニックが使えナムコ直営店などで配布されたガイドブック青春を語る8章でも解説されていたちなみにこの冊子は希少性が高く今でもマニアの間で珍重されている 2では、一定時間エンジンの回転数を落とさずに走行し続けると、通常よりも最高速度の上がるターボというフィーチャーが実装されていた。決勝をターボの状態でゴールすると、コースは木でチェッカーを振っている。女の子のパンチラが見え、死者はゴールラインで止まらずに、コースの彼方に消えて大爆発を起こす。半券の問題で、ナムコミュージアム版、iPod 版では富士が、 ナムコに鈴鹿がワンダーに変更されている。また、コースの看板が差し替えられている。アーケード版の発売当時はゲーム中に登場する企業広告に関しての取り決めが存在しておらず、実在する企業の看板になっている。また、ナムコミュージアム館内に資料として展示されているパンフレットの表紙や筐体に貼られているポスターにも、 もともと赤いマールボロカラーだったマクラーレン M23 をモデルにしたと合式マシンが青く塗られていた。なお、iPod 版では看板部分にナムコの広告の他に自分が iPod にセットしてあるアルバムアートワークがランダムで表示されるようになっている。これはポールポジション2のテストコース限定だがディ i p SW で予選の持ち時間を 標準の90秒から120秒に変更し、テストコースをわざと予選落ちするタイムで一周する。二周目は通常の走行でギリギリゴールラインを通過することができる。予選タイムは二周目のものが採用されるので、必然的にポールポジションを獲得でき、スコアも二周分のスコアが記録されるため、通常よりも1万点多いスコアでグランプリを走ることができる。 ごく一部のナムコ直営の店舗にて、備え付けのデジタイザーを使用して自由にコースを設定し、そのコースを走れるというコースコンストラクション機能を持った筐体が稼働していたことがある。ポールポジションのシートをハンドルの回転方向に応じて左右にスライドさせる改造キットが一部のナムコ直営店に出回った。ポールポジションの筐体は前と後ろで分割できるため、 筐体の後ろ部分をそっくりそのまま交換できるよう改造キットは筐体の後ろ半分丸ごとというかなりサイズの大きいものだった。なお、この改造キットはシートの可動メカを収めるために本来の筐体より幅が少し大きくなっており塗装も一切されていなかったため後ろから見ると偽物の筐体に見えるくらいそっけないデザインだった。ちなみに このアクションシートはハンドルを右に切るとシートは右に動き、ハンドルを左に切るとシートは左に動くという自動車の挙動とは正反対の動きをしていた。狭い店舗にも導入しやすいアップライト筐体もリリースされた。喫茶店などでプレイできるようにと別のアミューズメント機器メーカーからポールポジション用テーブル筐体もリリースされた。アロー電機によるトップレーサーをはじめとした。 いくつかのデッドコピー版が確認されており、背景の看板がなぜか国旗に変更されている。トップライダーでは時期がバイクに書き換えられている。アメリカではあたり2600般の反則を目的として TB アニメ化されており、日本でも1991年頃に NHKBS の衛星アニメ劇場で放送された。ありがとうございます。